アゾフ海西はクリミア半島。南の黒海と結ぶケルチ海峡も見えるアゾフ海は黒海北部にある内海でケルチ海峡によって黒海と結ばれている。北はウクライナに接し、東のロシア連邦両多満半島と西のクリミア半島に挟まれている。西岸には 110km にわたりアラバトスピットが広がり、深いには塩分濃度の高い湿地帯の入り江がある。 ドン川川口のある北東部はタガンドグワンという大きさは長さ3 4 0トル幅1 3 5キロメートル面積37,555平方キロメートルであるドン川と区番川が流れ込みそれによって比較的低濃度の塩水と新鮮さが保たれているこれらの川はまたシルトという土も運んでくる 平均して水深が13メートルしかない世界で、最も浅い海でもあり、シルトが沈積した、タガンドグワンの水深は1メートルにも満たない。現在の海流は、時計と反対周りに渦を巻く流れとなっている。潮の満ち引きは大きく、満潮時には、水深5メートルに達するところもある。冬になると、海の大部分が氷に閉ざされる。重要な港は、ベルジャーンシク。 マリウポリ、ロストフなどヌー、タガンロング、エースクである。また、カスピ海やバルト海などと通じるボルガドン運河と、カスピ海につながるクママヌ運河がある。多くの重要な水産資源があり、天然ガスや油田の開発が進められている。様々な海洋生物が生息し、無脊椎動物は300種類以上、魚類は80種類以上に上っている。 しかし乱獲による種や数の減少、海洋汚染などの問題も発生している。ありがとうございます。